いい感じに煮詰めてますね。では梅煮が完成したので味見してみます。どうも食の贅沢です。今回は簡単さっぱり鶏肉の梅煮をやっていきたいと思います。やっぱりこの季節になるとさっぱりしたいっていうのはまあもちろんのこと、簡単さを特に今回重視したいなと思っていて、なんかやっぱり夏休み始まってスーパーとかに行くとみんなそわそわというかせかせかしてるというか、やっぱり忙しい時期なのかなって思います。なのでそんな忙しい時期でも簡単でさっぱりして、でなおかつその元気が出て美味しいみたいな、その辺のニーズを抑えていこうかなと思うので、今回は鶏肉の梅煮、これをやっていきたいと思います。では鶏肉の梅煮を作っていきます。今回は自分家の作り置きも兼ねていこうかなと思うので、ちょっと倍量で作っていきたいと思います。というわけでまず最初こんにゃくを手でちぎっていきます。えい、なんかこんにゃくをこのちぎる感じちょっと気持ちいいですね。で味を染み込ませるために一度これをレンジします。で次人参ですね。人参は乱切りにしていきます。なんか乱切りって鉛筆削ってる感覚ですよね。すごい微妙か。であと梅ですね。梅は種を取っていってそれでこれを刻んでいきます。であと大葉ですね。大葉は千切りにしていきます。ではもう鍋を使って調理していきます。ではごま油を敷いた鍋に今回は鶏手羽を使います。ということで鶏が下になるように、鶏が下じゃなくて皮が下ですね。で今回は作り置きも兼ねるのでクトリスみたいに敷き詰めていきます。よっ、上から見ると結構敷き詰めちゃってますね。じゃあひっくり返してみます。あ、美味しそう。うん、いい焼き色ですね。で焼き目がついてきたらここに人参、で先ほどレンジしたこんにゃく入れます。なんかこの時点でもう美味しそうですね。ではある程度焼いたところでここに水、醤油、みりん、あと料理酒入れます。それで少し混ぜて、箸にこんにゃく刺さったことは見てないことでお願いします。それでアルミホイルを敷いて、で蓋をして待ちと、これで完成になります。結構簡単ですね。というわけで恒例の洗い物タイムやっていきます。いい感じに煮詰めてますね。たっぷりと入れていって、それで全体に混ぜていけば完成になります。では梅煮が完成したので味見してみます。いただきます。うん、なんか見た目以上にさっぱりしてて体に寄り添ってくれる感じがして、ちょっと表現あれなんですけれども、すごく食べやすくて美味しいです。特に梅があんまり酸っぱさがこう前に出てこなくて、ほのかに香る程度なのでかなり食べやすいです。ということで今回は鶏肉の梅煮を紹介したんですけれども、かなり見た目以上にさっぱりしてて、で食べやすくて、で何よりすごい簡単ぜひ試してみてください。でこの動画がいいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと周りの方に食の贅沢を広めていただければ幸いです。ちなみに余談なんですけれども、あのコウメちゃんっていう飴あるじゃないですか。あれあのなんかリニューアルしてコウメちゃんのキャラクターがなんかデフォルメされてるというか、なんかかなりアニメ調になっててびっくりしました。結構前からなのかわからないんですけれども、今日たまたまスーパー行った時にってなって、ちょっとテンションが高まって誰かに言いたくてここで言うみたいな感じです。なんか人間っぽくなったコウメちゃんをぜひちょっと見てみてはいかがでしょうか。ということで今回は終了させていただきます。ではまた。